関東大学ラグビー伝統の早明戦、今年も対抗戦の優勝をかけた一戦となりました。明治が先にグラウンドに姿を見せ、今早稲田が15の姿が見えました。これだけの観衆を集める日本の学生の試合が今他にあるでしょうか。人気の早明戦、今年も国立競技場は6万近い観衆で既に埋まっています。さて今日の放送は、ゲストお二人を迎えしております。共に昭和62年度の早明両校のキャプテンを務めました。ちょうど10年前あの雪の早明戦の両キャプテン、一つお二人にはですね、後輩に大いにエールを送っていただきながら放送を進めていきたいと思います。私の隣から、早稲田第一列プロポで活躍されました永田貴則さん、そして明治はナンバー8大西和弘さん、一平さんのお二人です、はい、どうぞ一人ともよろしくお願いします。まずこの決戦を前に両チーム後輩にですね、今日はこう戦ってほしい、一言ずついか伺いたいんです。永田さんからどうですか。やはりディフェンスですね、はい、早稲田らしいタックルを見せていただいて、勝機を見出してほしいと思っております。早稲田らしいタックル、はい、一方明治、はい、大西さんいかがですか。いや、まあ伸び伸びと、リラックスしてですね、まだこれからもあるわけですし、まあお客さん入ってますから、しっかり、好きなラグビーをどんどんこう思い切ってやってほしいなと。何かお二人の話を伺いますと、明治はちょっと余裕ありますね。いやそう、僕だけです余裕あるのそうですか、はい、今シーズンの戦いぶり見てね、長さん早稲田に不安点ありませんか。慶応に敗れました。そうですね、まだやはりもううちもチームがまだ出来上がってないということで、はい、この一つの気になるんじゃないですかね、この総名戦というのが。そうですか。それでは両チームのメンバーをご紹介しましょう。早稲田からです。石島、番城、山口、ちょっと番城の怪我が心配ですが、ロック陣は中西、山崎、隆、第3列は井出上、沖、ナンバー8の吉祥がバイスキャプテンを務めます。ハーフ団は月田、そして怪我で苦しみました今年の早稲田のスタンドオフ、今日は1年生の山崎弘樹が初めてスタンドオフで出場。3クォーターバックはこの4人、石川がキャプテンです。フルバック足の怪我心配された吉永そのまま出場。明治はこのところも不動のメンバーと言っていいでしょう。黒崎、山岡、今日はスクラム重視で中村、大型ロック鈴木、石井のコンビ、第3列は現岡本がバイスキャプテンで、斉藤のサイドの突破も注目。キャプテンの田中、そして伊藤は去年からのハーフ団、山科、山口、松添、福田、フルバックは岩倉の15人となっています。明治6戦全勝、早稲田は慶応に敗れて5勝1敗。大正12年に始まったこの伝統の定期戦、今年73戦目を迎えました。早稲田39勝、明治31勝、2つの引き分け。ただこの10年間を見ますと、明治が6勝3敗、1つの引き分けと優勢。大学選手権でもこのところ早稲田に5連勝ということで、果たして今日のこの一戦はどんな戦いになるでしょうか。14番が見えたのが早稲田のキャプテンの石川です。早稲田のキックオフでゲームが始まるようです。こちらはキャプテン、スクラムハーフ明治の田中です。レフェリーは日本協会公認の石井勝さん。石井さんには今日もマイクをつけていただいておりまして、分かりやすいその皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。早稲田のキックオフでゲームが始まります。前半40分、早稲田にアドバンテージを見ています。待て、さあファーストスクラムになります。例年早稲田より重い明治のフォワードと申し上げておりますが、ご覧ください、1人平均は3キロの差、前5人を比べますと2キロ弱という、さほど大きな開きは体重では今年はありません。さあゲストの早稲田サイドの永田さん、このファーストスクラムというのは特に明治戦はね、第一列でこう組んでいらっしゃって、ね、注目されるところだと思うんですよね。これ3回やり直し、はい、お互いにやはりの駆け引きとかそういうの一番最初ですから、なかなかタイミングが合わないようですね、はい、これは組むタイミングですか。そうですね、やっぱり早稲田も一番いい形で組もうということで、フロントロックがかなり低い姿勢であってますので、はい、それはネジが嫌っているという感じだと思いますよ。ちょっとパスが高い、一方シーザースと見せましたが、これはミス、センター山崎にはパスが通りません。
両方にノックオンがありましたが、アドバンテージがありませんので、最初にノックオンした早稲田、明治ボールのスクラムに変わります。まださあ、今年のラグビーの放送は分かりやすい放送を目指しておりますが、ノックオン、このようにボールを前にこぼすことをノックオン、これは相手ボールのスクラムに変わります。さあ、一方大西さん、はい、名作動すれば早稲田のこのスクラムですね、はい、毎年低く組んでくるでしょ、はい、どういうその対策を明治はいつも考えてるんですか。まあ、全ては言えないんですけど、全ては言ってくれませんか、はい、ちょっとやっぱりどちらかというと、右から組むスクラムをいつもどっちかというと1番の選手がですね、はい、割とこう内側に入ってくるスクラムを組むんですね、明治は3番の選手は割と大きい選手が毎年多いんで、ちっちゃくその内側に入るスクラムが組まれますと、はい、やはりその思うように力が出ないという状況になるんですけども、まあ、そういう対策はいつも明治は早稲田とやる場合は考えてるんじゃないですかね。そうですか、はい、早稲田の石塚監督に聞きますと、今年は第一列が非常に強いので早稲田は、そうですね、スクラムにはさほど不安はない、まあ、むしろ明治のラインアウトからのボール、あるいはサイド攻撃、まあ、この辺をどうその永田さんの話じゃないんですが、タックルをしていくか。そうですね、今のルールですとね、やっぱりモールからそのドライビングモールされますと、まず下に入って崩すっていうようなペナルティになりますから、やはりその体の大きな選手を、ね、たくさん用意しているチームの方が有利っていうのは間違いないことなんで、ま、明治の狙いはそこでしょうね、当然そうですね、奥に回す、つながる、しかしゲインラインは越えられません。いいタックルに行ったのは山崎。そうですね、ああいうタックルが流れを作っていくんですよね、はい、ただボールよりも相手オフサイドの方に倒れ込んだというオーバーザトップの反則を取られました。早稲田、さあここでフルバックに行ったのが12番の山崎裕樹、で6万近い観衆、ちょっとざわめいておりますが、狙いますね先制のペナルティーゴールを狙います。明治のキッカーはスタンドオフの伊藤ですが、45、6メートルはあります。ほとんど正面、風も今はほとんどないと言っていいでしょう、まあ、ほとんど影響するような風は吹いていない国立競技場です。斉藤さん、グランドレベルでもほとんど風は吹いてませんね。決まりました、4年生の伊藤のペナルティーゴール成功、明治が先手を取りました。前半のまもなく4分、一方明治サイドはこのキャプテンの田中がずっと監督不在の中、こちらは明治のコーチ陣です。右がフォワードのコーチの鈴木さん、左はバックスの加藤さん。明治は今年は OB 会の紛争もありまして、監督を引いておりません、監督がおりませんが、集団指導体制をとっています。ナイスチャージね、パスは22メーターに迫ります。得意の密集、サイドをつきます明治、明治がボールを支配しています。現在の状況がモール状況です。さあ、このモールからのサイド攻撃を早稲田は警戒していましたが、見えたのが早稲田の22メーターライン、いきます。明治はやや浅めの狭いラインを引いていますが、サイド、ちょうどこの辺がゲインライン、セッターオフサイド、バックラインのオフサイドですね、早稲田にバックラインのオフサイド。さあ、早い攻め明治、ラッカーメーター戻って、まだ早稲田が10メーター戻っていませんでした。ゴールポスト正面、さあどうしますか。距離にしますともう5メーターか6メーター、まだ回転、明治ファンからフォワードで行けという歓声ですが、まあ、最初 の、ね、遠いペナルティはですね、はい、まあ、ゲームが始まったばっかということだったんですけども、まあ、いくつかプレーがある中でちょっと何て言うんですかね、手応えといいますか、はい、いけるんじゃないかという感じを今の明治の動きの中で感じたんじゃないかなと思うんですね、はい、まあ、狙ってもおかしくない場所なんですけども、明治ボールをキープ、このディフェンス OK ですね、このモール、早稲田ボールのスクラム、まあ、これはモールで明治が攻め込んでいった、しかしボールが出なかった、よく止めましたね、はい、モールの場合は相手ボールに変わってしまいます。
まあ、今よく止めたという永田さんですが、この明治の怒涛のゴール前のディフェンス、現役時代もね、そのどうやってこう止めていこうというみんなでこう話し合っていたんですか。とにかくあの戻りながらまた入って戻って入ってそういうもう連続でひたむきに入るしかないということですよね、はい、もう遊んでる選手が一人でもいるともう人数少ないわけですから、はい、さあ早稲田はマイボールスクラムですが、明治は当然プレッシャーをかけていきます。早稲田の石塚監督はどこまで体を張ったタックルができるか、ディフェンス勝負だと。まさにその通りですね。これどちらかが、ね、早めにこのレフェリーもあの仕切ってですね、ペナルティを取っておかないと、これで時間をあまり使ってしまうとゲームに動きがなくなりますからね。はい、まっすぐね、まっすぐね、速いそのまま、速いそのまま、まだ、ボールが入る前にプッシュをかけたということですね。早稲田も早いタイミングでもっとボール入れて出しておく、プロップとしてもプレッシャーかからないんですけどね、はい、とりあえず明治の反則で早稲田はピンチをしのぎました。今日初めてスタンドオフに回りました1年生の山崎ひろき。ノータッチです。ウィングの山下が追っていきましたがタッチです。さあ先ほどモールの話が出ましたけれども、こうやって立った状態、ボールが地上にある状態、左サイドのチームはキープしています。まあ、これをラグビーの場合はモールと言っています。非常にこうコントロールして攻めやすいという特徴がありますけれども、ボールが地上に落ちますと今度はラック状態というふうになるわけですが、さあ明治が取りました。ラインアウト、相手ボールのラインアウトを取りました明治。わずかに明治陣、スタンドオフの伊藤のハイパント、さあ得意のサイドの攻撃、石井かろうじてセンター止めた、まだ行く明治、第一ですか。またゴールラインに足がかかる早稲田のディフェンス、またフォワード、オフサイドですね。早稲田にオーバードトップの反則がありました。さあまた明治のチャンス、ゴールポスト正面、今度はスタンドオフの伊藤。やはり感覚的にですね、どうしてもそのタックルをして一度止まったポイントでボールを取ろうとする意思が強すぎるんですね。まあ、これは両チームともになんですけども、さあ明治が迫った、あと 1m、 明治がボールキープ、これ反則しない、スクラムハーフの田中どう潜る、あっとパス割り、早稲田にオフサイドがありました。早稲田早くも5つ目のペナルティーです。反則出させて止めるっていう習慣をちょっとやっぱりつけていかないとダメですね。やはりいいタックル、最初のファーストタックルの状況が良くなければ、そこからそのなかなかボールを取り返すチャンスっていうのは今のルールないんですよ。だからそのいいタックルをできる機会を、次の機会を待つっていうことを考えないと、やはりペナルティーが大きくなりますよね、はい、どうしてもテンポの遅いゲームになりますんで。前半まもなく10分、また明治はこのモールで行こうという2回目のこの攻めです。この選択、さあ先ほどご紹介したこのモール、押し切れるか、これを故意に崩しますと早稲田にペナルティを任せられますが、あっと崩れたか、さああと 1m もありません。潜ったか、グランディングしていないということでキャリーバックになったようですね。明治ボールの 5m スクラムに変わりました。かろうじて防いだというところですね。今のはもちろんパスは帯の長田さん、早稲田の前半10分のディフェンスはどうですか。そうですね、ちょっと反則が目立つのが気になりますよね、はい、出足を気にしているのは分かるんですけども、やっぱりゴール前では反則しないというのは鉄則ですよね、はい、出足というのもとにかく早く前で止めたいというのが早稲田サイド、まあ、これがオーバードトップやオフサイドの反則を取られています。結果してリズムがつかめないままずっと、まあ、敵ボールという状態になりますから、はい、さあスクラムになりました明治。今年の大西さん、明治のフォワード陣はどう見てますか。選手の能力、個々の能力っていうのは非常に高いんですけども、まだやっぱりチームとしてユニットとしてのトレーニングってあまりなされてないんで、まだまだ力の出るフォワードだと思います。そうですか、ナンバーエイトの斉藤の右足、スクラムが90度回りましたのでスクラムアゲン、
明治は今シーズンフォワード故障者が多くてなかなかベストメンバーを組めませんでした。まあ、ようやく日体大戦くらいからベストに近い状態になりました。で今日は3番右のプロップにスクラムワークの強い中村をあえて入れてきました。まあ、この辺の狙いは大西さんどう見たらいいですかね。そうですね、今あのナンバー8がやっぱり離れられないんで、はい、やはり常にそのスクラムで優位に立つということはゲームにおいてすごく重要なポイントだと思うんで、はい、まあ特にこういう大きなゲームではですね、まずセットプレーの安定から選択していくっていうのは、まあ定石じゃないですかね。はい、まあ、明治は現前に話を聞いてもこのあまり対早稲田という話ではなくてですね、今年は目標はあえてこれは総名戦は通過点で、はい、社会人との差を詰めたいというね、まあ、大学選手権3連覇もかかっていますけれども、はい、非常にフォワードを含めて高い目標を設定したチーム作りというのが目につきました。はい、そうですね、あの学生非常に志が高くてですね、はい、なかなか難しいトレーニングたくさんやってますよ。さあボールに変わるか。ずいぶんこのスクラムで時間がかかります。と言いますか時間を要します。早稲田としては嫌ですね。嫌ですねというのはどうですか。これ長い時間やってますと消耗しますか。やっぱりどうしても消耗しますよね。ゴールを背負ってのスクラムというのはプレッシャー、この中盤よりも大きいですから。そうですね、ちょっとスクラム崩れて斉藤ボールからラックに変わりそうです。どうだ、明治がまだボールを支配しています。スクラムハーフ田中、ナンバー8は斉藤、一回オープンへ抜けるか。ナイスタックル、フルバック捕まりました。岩倉、早稲田に明治に反則、ナットリリースアボール。タックルを受けたら、まあ、速やかにご覧ください、この状態でボールを離さないと反則になります。はい、ノットリリースアボール、防戦一方の早稲田。ここは確実にタッチを切ってほしいです ね。 そうですね、さっきはちょっと危なかったですから、はい、1年生の山崎裕樹、氷川高校出身。早稲田は今年は今蹴ったスタンドオフに早見選手が復帰したんですがまた怪我をした、でその次の試合は月田、そして福田と、こちらは石塚監督ですが、これで7試合目なんですけど公式戦、なんと4人目のスタンドオフなんですね。そうですね、なかなか人選というか苦労している部分があるみたいですね。最後にちらっと映ったのはウイングの石川キャプテン、この石川キャプテンも怪我で泣きました。そうですね、例年になく早稲田は今年怪我でチーム編成を苦しみました。月田のハイパント、ハーフェラインを越えた、うん、ナイスキャッチか。石川、石川のキャプテンの突っ込み、早稲田は久々に明治陣に入った、あっと明治が取る、松添から両センター山口に、しかし早稲田も速い出足だ、強い山口、よけよけ、ごめんごめん、戻るフルバックはちょっと足が心配の吉永、フルバックの早稲田の吉永は 2,3 日前の練習で太ももを肉離れしました。ね、昨日も 70% ぐらいの走りしかできなかった、練習見に行きましたけど、はい、まあ、とてもちょっと感情とは言い難い感じだったですね。ずいぶん迷いました。しかしこの吉永を起用しました早稲田、まあ、早稲田はスタンドオフ、ウィング、このフルバック、まあ、一つこうキーになるポジションにね、負傷者が属しています。縦も見ていますけど、本当に大事ですから。リリース、リリース、手離して、手離して。早稲田にアドバンテージを見ています。明治にノットがありました。さあ、スクラムハーフの月田が追いかけていきました。今山崎君ですかね、あのいいキックを、キックはね、誰もいなかったですからいい判断だったですね。まだバスライ、しかも早稲田ボールのラインアウト、確実に取ってほしいですね。バンジョー入れてキャッチ、一回サイドへ行く中西、ゲインを切った、明治も早い潰しですが
ゴールポスト右サイド、さあ同点のゴールを狙いようです。前半3分過ぎに明治がペナルティーゴールで3点先行しています。こちらは早稲田のキャプテンの石川です。その石川も今シーズンは怪我で悩みました。随分チームに迷惑をかけた。慶応戦は早稲田は完敗しました。とにかくひたむきさが足りなかった。早稲田のラグビーを80分この明治戦にするしかありませんという、この早稲田のラグビーというのはどういうふうにこう考えたらいいんですか、長瀬さん。難しい質問ですね。そうですか、はい。いや、まあ、とにかく自分たちのラグビーをしたいという言い方をしたんですね。そうですね、まあ、選手自体のそのポテンシャルというのは明治ほど高くないですから、はい、まあ、とにかく自分たちがこう決めたやり方をみんなで、まあ、一と一して戦っていくと、はい、それがまとまった時にやっぱ強いチームに出来上がるという感じだと思うので。なるほど、キッカーはスタンドオフの山崎裕樹。同点。17分に早稲田が追いつきました。2シーズン目の石塚監督が移りました。こちらが山崎裕樹、高校生時代から注目されていました。本来スタンドオフでしたが、怪我人が弱い早稲田で今シーズンはウィング、そうですね、ウィングでの出場 出場もありました。筑波戦では決勝のペナルティーゴールを決めました。出場、はい、リリース、OK、リリースというのはタックルされたんでボールを離しなさいということです。22メーターライン、いいキックですよね、はい、一方同点に追いつかれました明治のキャプテンの田中は、明治は敵がいるとすれば自分であると、この田中です、はい、ま、チームに自信を持っています。ただ早稲田は慶応戦で敗れた、あの慶応が早稲田に向かったような気持ちでやってくるだろうと、逆に、はい、ま、ですからその気持ちを受けてしまってはいけないということを話していました、はい、ま、しかしね、あの選手の起用も全部この田中選手が決めてるらしいですね、今シーズンは、ね、まあ、監督不在という中で非常にあのリーダーシップを持ってよくやってると思いますよ、今画面右スクラムハーフの田中です。4年生報徳学園の出身、敵は自分の中にありなんてなかなか学生で言えませんよ ね、 ですね、素晴らしいですね。得意のハイパント、ちょうどハーフェイライン、早稲田にアドバンテージを見ていました。やはり明治の方はですね、前半 の、 その最初から、はい、今ペナルティを取られるまでながら攻めていながらそのいくつかペナルティをもらってるんですけれども、あそこら辺でやはり前半最初ですのでね、点数をこう重ねていくっていうことを考えておかないと、まあ、ペナルティも2つ入れば6点で1トライが多いわけですから、徐々にその切り離していくような、突き放していくようなイメージを持たないと、はい、石川からそしてスクラムアウト、突きだ、まだノータッチです。戻るフルバック岩倉、ドロップアウト、うまかったですね、今のサインプレーだと思いますけど、これは昨日までの練習盛んに早稲田やっていました、石川が、まあ、足首にちょっと不安がありますので、はい、あのフォワードに近いところでパスをもらって、でまた展開していくという、返させて、返させて、前半3分過ぎ明治ペナルティーゴール3点成功、3点先行、早稲田は17分にやはりペナルティーゴールで打ちて3対3です。前半の半分20分が終わりました。1回サイドをついて、ちょっとタックルはない、スタンドオフの伊藤、そして斉藤、この突進を止めないと早稲田いけない、そのまま行くのか、あと7メーター、今のも厳密にはオフサイドなんですけどね。明治にアドバンテージを見ています。今明治のナンバー8の2年生の斉藤の素晴らしいこの走りが見えました。東京高校出身2年生、この人は体も大きいし、このちょっとこの後ですね、スタンドオフが抜けた後、朝のタックルが甘くなってますね。そうですね。この後のこのももの上がった走り、日本高校代表でもありました。
明治は高校代表を9人揃えています。一方の早稲田は4人です。去年の総名戦のおっと、早稲田の低いスクラムに対応しきれてないようですね。1番の黒崎3年生、これね、スクラムの場合はね、もうどちらがいい悪いって難しいんですよね。難しいですね、本当にこれはもう経験者じゃないとわからない部分が多いですから。そうですよね、これも両チームね、ともにもう少しこうきちんと組まないとね、これだけやはりそのゲームを中断し合う、今明治が捉えたペナルティなんですね。コラプシングと言いますが、スクラムで、まあ、故意にスクラムを崩すと非常に危険なプレーだということが取られるんですが、これは両サイドの力関係もありますね。ですね、まあ、濃い両チーム濃いではないと思うんですけどね、はい、お互い負けたくないという気持ちから出る、明治が相手ボールのスクラムを取ります。ラインアウトを取ります。山岡の突進、サンドスから山口、明治連続攻撃、シザーズしてリングの山科、引っ張る強い、22メーター超えたチャンスだ。岡本が行く、もう一回サイドへ、今度はウィングの福田。さあここで明治は3回目ですね、いいポジションでもらったのは、はい、ここはどうする、これは狙うべき、狙います。はい、この選択はどうですか、お兄さん。いや、これでいいと思います。こうやってまあ徐々にその、はい、今流れとしてはですね、はい、明治の方が優勢なんで、ペナルティでやっぱり点数を稼いでいかないと、はい、あそこからなかなかトライはやはり早稲田みたいなそのディフェンスの強い整理されたチームはなかなか得点させてくれませんからね。あ、そうですか。だからまあ1トライ1ゴールで追いつかないような点差になってですね、徐々にその精神的な、はい、なんていうんですかね、切り離しをしてやるためですね。23分、伊藤のペナルティーゴールでまた明治が3点リードを奪いました。一番右で腕組みをしていたのがフォワードコーチの佐藤さんですね。今年は明治は田中キャプテンを中心に4人のコーチ集団指導体制を取っています。大正12年に部ができました明治大学、大学選手権はこのところ2連覇していまして、今年は同志社以来の3連覇をかける明治、その前にこの対抗戦の早稲田戦が待っています。黒崎、明治縦へのいい攻めが出ます。斉藤、明治にアドバンテージ、ちょっとね、やっぱりこの辺あまりそのバタバタしないで、はい、もう少しこう早く準備をしていいタックルをすることを考えた方がいいですね。早稲田側は、早稲田側は、はい、まあ、早稲田側は今のは明治サイドの大西さんですね。すいません、すいませんでした、出過ぎたことを言いました。少しずつディフェンスが高くなってるんで、ちょっとやっぱり止まってないですよ ね、ファーストタックルをもう少し強くすることを考えないと、その倒れてからボールを取るっていうのはやっぱり今のルールだと難しいんで、ちょっとなかなか整理しにくくなってきてる感じが。斉藤さん、はい、先ほどよりもちょっと風が出てきまして、明治今向かい風になります、はい、そうですか。ん、安定したキックを見せていた伊藤ですが、これは外しました。今リポートが入りましたが、今日は明治サイド小池、早稲田サイド黒字、両アナウンサーのリポートも随時入ってきます。少し遠いんですよね、今のこれぐらいの攻める力があったらですね、はい、もう一度ラインアウトから攻めていればですね、守りの際必ずまたペナルティをしてくると思うんでね、一つ今の距離だったらラインアウトを選択してもう一度仕切り直して攻めるっていう方がまあ、効果的かなと思うんですけどね、はい、今の場合は汗としても嫌ですよ ね、ラインアウトからまたモールでなんていう攻めをされると、だからその点取れなくてもミスを誘うようなね、はい、そういうつもりでいいと思うんですよ。鈴木の突進、徐々に明治の縦の突進が出てきました。で、明治がボールを支配し続けるという展開になってきました。だから効率がちょっとね、でもまあ明治たくさん攻めてるようなんですけども、やはり点数になってないっていうのは効率が悪いんですね。ほとんど早稲田陣ですもんね、早稲田は1回2回くらいしかまだ明治陣に入っていません。何個ギリもないですね、まあ、今度はハイパント、早稲田の 10m、
ナズマンです。早稲田、さあまだ早稲田らしいその揺さぶりといいましょうか、速いテンポの攻撃を見ることができませんが、今年の早稲田のそのバックス展開力、その辺は中田さんは OB としてどんな風に見てますか。まあ、一つあの月田君がキーとなっての攻めということで、はい、月田君が持ち出していろんなそのエキストラマンをかましていくような、そういったパターンをいくつか持っているようなんで、明治ボールのスクラムに変わりましたね。さあボール支配率、明治が圧倒的に支配をしています。待って、そのまままだまだまだ、こういう中盤でもきっちり出さないとゲームが崩れていくんですよ ね、 ですね。そのセットプレーでこれだけ圧力をかけられますと、早稲田の得意な展開までには至りません。そうですね、この辺の地域っていうのは早稲田にとって非常にいい攻めどころなんですけどね。自陣ですけど、まあ、ウイングがね、キックをケアして下がってますから、はい、ボール回しても蹴っても非常にあの攻めやすい場所ではあるんですよ。十分なこうスペースを使って攻めれますから、またないですよね。またハイパント、これで2回続けてのこの攻撃、早稲田キャッチ、フルバック吉永、いや失礼、フルバックではありませんか。5番の山崎隆、早稲田がボールをキープしています。スタンドオフの山崎博樹、逆に今度はハイパント、タックルに行ったのは山崎勇気、捕まえた、早稲田止めてほしいですね。逆になった、メイクチャンス、危なかったですね。その前にホイッスル、その前にホイッスル、大観衆でホイッスルが聞こえません。明治にスローフォワードがありました。いやこれは早稲田のチャンスかと思った瞬間、今度は明治のチャンスになりました。危なかった早稲田、今のミス、スローフォワード、ちょっとお待ちください。ま、前に落とすのはノックオン、そして前にパスするこのプレーをラグビーはスローフォワード、相手ボールのスクラムに変わります。今繋がってると危なかったですね。というのは早稲田サイドカウンターといいますか、非常にスピードがありますね福田選手は。あ、またスクラムを落としたということですか。早い攻め、突きだ、フォワードに繋がる、早く出して、はい、欲しいですか。 10m バックしていません。明治の連続の反則、ようやくまた早稲田が3回目でしょうか、明治陣に入ってきました。前半まもなく30分、40分ハーフで行われます。今あの田中キャプテンも、ね、レフリーにあの盛んに聞いてましたけども、スクラムの、 そのまあ落ちている原因と、なぜその明治側がいつもペナルティーなのかということを言ってました、はい。まあ、レフリーはあの頭が下がってて、故意に落としているという解釈をしているということを言ってましたけどもね、はい、上から、ね、全部ドーンと言ってるから、上から全部、はい、上から組んでるということですね。結果的に頭が下がってるんで危ないと、早稲田としてはちゃんとあの突き上げるように組んでるんでということなんですね。だから、まあ、セットアップした時にやはりその明治側がですね、あの覆いかぶさるように、やはりその早稲田の方がそういう意味での、ポジショニングというんですかね、最初のその構えっていうのが、きちんとされているっていうことなんでしょうけどね。この辺は早稲田らしいスクラムになってると思うんですけど、うん、はい、この辺はこういうふうにお二人に伺わないとなかなかよく理解できない難しいそのスクラムワークというんでしょうかね、はい、入れば同点早稲田、距離にしますと43-4m はあります。山崎どうだ、同点ならず。明治もやはりこの同じペナルティをね、1試合の中でいくつもいくつも犯すっていうのは、これはもう持ってのほかですから、そろそろ修正しないといけないですね、はい、このドロップアウトも大事ですね。先ほどはいい明治の形で問われましたけど、はい、確実にここで抑えてほしいですよね、明治をこの敵陣に。短いパントときました。早稲田にアドバンテージを見ています。さあ早稲田チャンス、ちょうどこの辺がゲインラインだ、連続、今度は逆サイド、ブラインサイド、バンジョが行く、プッカーが行く、運動量があります。今フッカーですけども、このバンジョもちょっと痛めていまして、この今日の出場が危ぶまれていましたが、非常に運動量のある、夏合宿ではフランカーも練習していたぐらいの走力の強い、2000ボードの要と言ってもいいぐらいの選手ですね。昨日練習中ちょっと足を痛めまして心配されましたが出場しています。斉藤さん、はい、ももの肉離れなんですけども、時々やはり足引きずってるようですね。痛みは消えないそうですね、もちろんテーピングはしていますが、明治の22m ライン、今日の総名戦は昭和62年度の両チームのキャプテンを務められました早稲田大学は永田貴則さん、
明治は大西一平さんお二人をゲストにお迎えしています。まだ両チームノートライ、いい感じでリズムをつかみかけてますから、こういったセットプレーは確実にキープしてほしいですね。早稲田の方は、早稲田はこのセットプレーはスクラムもそれからラインアウトも取られるケースがありますね。今日はそうですね、安定してないですね。後ろキャップ万丈が入れます。ナンバー8の吉祥タップして明治にアドバンテージを見ています。ノックオンがありました。このアドバンテージというのは相手にミスがありました。ただそれを生かして逆サイドがこう攻めるときにアドバンテージをずっとレフリーが見ています。まあ、今のはノックオンのアドバンテージ、明治にアドバンテージがなかったということで明治ボールのスクラムに変わります。明治陣の 10m、関東大学ラグビーの対抗戦グループの優勝を決める一戦となっています。今年の総名戦、明治は6戦全勝、早稲田は11月23日慶応にノートライで敗れまして5勝1敗。ただ早稲田が勝ちますとこの対抗戦当該チームに勝っているということで優勝が決まります。勝った方が対抗戦の優勝を決める。関東の対抗戦リーグ戦、これが最後のゲームになります。ハーフライン、早稲田にアドバンテージを見ています。早稲田が有効な攻めをすれば続行です。明治も速い出足と申し上げましたが、オフサイドがありました。ラインのオフサイド、明治が早く出すぎた。さあ早稲田早攻め、シラが抜ける。さあフォローは、フォローここからです。ちょっとフォワードが遅いですね。ここから今永田さんのお言葉、フォワードの集散遅かった。突っ込むクラナリ、帰って早稲田のこのボールの出るタイミングが問題。そうですね、もう今のタイミングで明治のディフェンスが完全に揃ってますから、攻め手としても厳しくなりますよね。まあ、結局ラックに代わって早稲田のボールになりましたけれども、月田君の速いタップキックについていけなかったですね。もう少し反応早く来てればいいタイミングになるかもしれないですけど、またですか。これで4回目じゃないですか、明治トライとのクラッシング ね。キャプテンの田中がって顔してますが、完全に対応しきれてない感じですね。ゴールポスト正面です。まあ、その今のですね、その世界のラグビーの進み方からいけば、この辺でそのゲームを左右するようなペナルティというよりも、もう少しその整備の仕方があるのかなという気がするんですけどね。まあ、両チームもう少しこう力を抜いて組ますとかですね、もう少しこう厳重に注意してですね、コントロールしていかないと。もうペナルティから始まるそのゲームばっかなんですね。球を動かしてこうリズムで球を取るような、点を取るようなそのラグビーっていうのが最近特に大学ラグビーそうなんですけど、ほとんどないんですよね。ペナルティからのペナルティキックでの点数であったり、早く攻めての そのトライであったりっていう、ラグビー自体の質がね、これではなかなか向上しないと思いますので、まあペナルティを犯してるイメージが悪いんですけども、まもなく前半の35分になります。正面30メートルほどあります。風上になります。同点です。再び早稲田が追いつきました。明治先行、早稲田追いつくという展開ですが、まあ、伝統の一戦、まだ両チームノートライ。再三ゲストからお話出ますが、ちょっとこのペナルティが多いですよね。そういう面では、そうですね、ゲームがそこで切れるというのはもったいないですよね。まだ本当の縦の明治、そして展開の早稲田という長い歴史を持つ両チームの持ち味は出し切れていませんが、得点差はありません。同点です。早稲田が7つのペナルティ、明治は8つ、そのうちの半分がコラプシン、スクラムを落とすというペナルティ。早稲田は自陣で回してきました。さあ余ってる、飛んでいったのは山崎勇気。22メートルラインの内側です。山崎弘樹スタンドオフ、
早見選手が怪我をしまして1ヶ月近くはスタンドオフの練習をしていました。もともとスタンドオフ、ようやく他の選手からのスタンドオフとしての信頼を得たので、この大事な総名戦には1年生の山崎を起用したという石塚監督ですね。スタンドオフというポジションはですね、非常にこのいわゆる司令塔と言われますけども、山田さん難しいと思いますね。と思いますよ。私はもうプロップでしたから、はい、難しいんですけど、そういう答え、やはりゲームの流れということからすると、スタンドオフのキック、パス、はい、そういう組み立て以下で大きく変わりますから、そこは注目を占めてますよね。斉藤さん、はい、下で見てますとね、何か今日やはりポジショニングに戸惑ってるかなという感じがしますね。彼自身のですか、はい、明治は大型ロック鈴木と石井。さあ、ここは明治は相手陣に入ってマイボールラインアウトを選ぶでしょうか。ノーチャージ、タッチアウト見て、タッチアウト。37分です、前半。こういう時の松添が蹴るんですね。伊藤ではありませんでしたね、今の、はい、センターの松添のキックでした。明治のセンターは12番は山口、13番は松添、スタンドオフは伊藤。明治の方のいわゆるこのゲームを動かすハーフ団、田中、伊藤は去年からのメンバーコンビです。取り返しましたね。ロスを取り返した。伊藤ですが、ナンバーエイトの斉藤が戻っていました。今のキックにもいい形で両サイドからプレッシャーかけてたんで、はい、いないとあの斉藤に走られてましたから、はい、ここまで見ますと早稲田はとにかくマイボール取った時には相手陣、深くキックで入ろうという意図が見えます、まだオープン攻撃は見えていませんが、さあ小森から、その前に明治にハイタックル、ハイタックルですね。早稲田早い攻め、ゴールポストを狙わずに早い攻め、石川フォワードか、22メーター、石島が行った、第1列、明治に回り込んで入ったというオフサイドの反則。ボールがなかなか出ませんので早い攻めができません早稲田。オフサイドダメ。早稲田はゴールポスト正面でしたが、あえて早い攻めに行きました。この狙いはどう見ますか。でも時間もないですし、ここで取って折り返すというのは大きいですから、はい、それに明治のディフェンスもかなり揃ってないと、はい、状況的にも月田君の判断で攻めたんじゃないかと思います。早い攻めしましたね、あまり有効なゲインは取れませんでしたけれども、ね、相手のペナルティーを誘いました。手元の時計ですが39分を回りました。ラグビーの場合はこうやってレフリーが笛を吹いて怪我の時間、交代の時間などいわゆるこのロスタイムを取っていますので、正味40分、今痛んでいたのがですね、はい、1番の黒崎ですね、はい、3年生の黒崎ですが、おっとここで早稲田が狙う、非常に角度の難しいところです。ライン上、ライン上、距離は40メーター近く、それ以上あるかもしれませんが、問題はこの角度です。非常に難しい角度です。入ればこの試合初めて早稲田がリードを奪います。ノックオンを取ったんですね。ですね、はい、さあ、前半終了間際、見えているラインが明治のゴールライン。早稲田のチャンスを迎えました。明治、また明治に注意を与えている石井レフェリーです。まだ入ってないよ。今日は明治このスクラムは4回ペナルティを取られています。
低いスクラム増田、さあどうする、岸岡さあ、あと 4m、 ちょっと時間がかかった、もう1回スタンドオフからセンター捕まる、明治にアドバンテージ、逆に明治カウンターのチャンス、抜けるか、 OK、 枠は OK、 山口の突進です、センター明治いい形になりそうです、あっとパスが悪い、リリースリリース OK、 明治の 10m です、第一ですから強い元、そして山岡、ナンバーエッジ斉藤、必死の早稲田、ハーフタイムです、あ今のマジで危なかったですね、最終その終わり、ま、あの前半の終わるところは早稲田がチャンス、明治が今度は逆にチャンスを迎えるということで、ノートライ2ペナルティーゴール、両チーム6対6の同点、後半40分の勝負となります。